どうも、キトントンです。天気記号で黒丸って来たら、そう、雨やんな。まあ、今回そんな関係ないねんけど、辺の長さを求める問題っていうことで、スタートントン。キトントン。この問題は2022年度の長野県の入試問題です。動画としては3つに分けてんねんけど、問題としては全部つながってる問題なので、この問題を見終わった後に次の似たような問題、また次の問題みたいな感じで見ていってくれたらいいかなって思います。どういう系の問題かって言ったら、折り曲げる系の問題です。問題文こんな感じで、一辺の長さが6センチの正三角形がありましたと。で、一番最初の問題、今回の問題っていうのは、その頂点 A っていうのを C に引っ付けましたと。そしたらこういう三角形ができた。で、その折った時の折り目っていうのを BD として、この BD の長さを求めてって言われてるんで、なんだかここが X で、この X 求めようっていう問題なんやけど、これ正直パッて解けるんやけど、折り目の問題、こういう折る系の問題が苦手な人ってのは一定数います。だから、一つ一つ丁寧に解説していきたいねんけど、まず一番最初これやっていくねんけど、折る系の問題のポイントントンっていうのがあります。折るっていうことは同じ形です。同じやつがそのまま行きます。つまりどういうことかっていうのを今回説明すると、まずこの A をここに引っ付けたということは、もちろん A のここの角度とここの角度が同じっていうこと。今回はそこはそこまで重要じゃないねんけど、ここやな、ここの角度っていうのとここの角度っていうのは絶対等しいんですよ。わかるかな？なぜなら折ってるからな。折ってる、つまり重なってるっていうことで同じ角度になれます。で、こいつら一直線やから何度になる？90度だ。 OK、 2つ足して180度にならなあかんから、ここは90度っていうのが分かりますよと。じゃあもう簡単かな。はい、一応2パターンのやり方で、証明しますね。まず、アキトントンのこういう入試対策動画見てくれてる人、いつも言ってます。こういう辺の長さ求めようって言われたら何を使う？基本的には三辺法の定理と相似ですね。で、まあ相似の一部に合同っていうのがあるから、相似または合同っていう風に分けて覚えてもいいです。基本的にはその相似と三辺法の定理で求めるっていうのは覚えておいて。で、まあ90度来たから三辺法の定理でもできるし、これ実は、この三角形2つ合同なのな。なぜなら重なってるから。折り曲げて全く同じ三角形ができてるっていうことで、一応証明すると、何でもいけんねんけど、ここ60度、ここも60度ってなって、ここ折り曲げてるから角度同じで、正三角形やから60度やから30度、30度な。OK。今勝手に60度って言ったけど、正三角形って言われた時点で絶対一つの角度は60度やね。OK。で、一辺っていうのは全部同じ長さやから6センチです。問題で与えられてるっていうこと。で、まあ、どういう証明でもいいねんけど、ここ共通で、両端の角度同じやから合同っていうのがわかるから、ここの長さは3センチと3センチっていうのがわかるやんな。足して6センチになればいいからな。OK。いける？じゃあ、この X 求めてってやったら、もちろん三平方の定理で求めれますよと。アキトントン。はい。まあ、どこでやってもいいんですけど、ここでもいいですよ。まあ、斜辺が6センチっていう風になって、三角形 ABD で見ようか。そしたら斜辺が6センチで、6の2乗っていうのが他の2辺の2乗。つまり、X の2乗と、3の2乗に等しい。じゃあ、X の2乗っていうのは、これ絶対引き算になるな。2乗引く2乗で。で、アキトントンの動画見てる人、2乗引く2乗っていうのは渡さんの積で因数分解できますよねっていうのを教えました。もうこれ勝手に覚えてる人もいるかもしれない。答えがルートは ×3 で出るんですけど、まあ一応書くと、ちょっとイコールの書き方変で怒られたりするんですけど、ちょっと気にせずにいきます。はい。ということで、X の2乗っていうのが 9×3 って分かりますと。ってことは、X っていうのは絶対0より大きいから、X っていうのは3ルート3っていう風にパッて出ますよっていうことが答えと。OK。だから今回答えは3ルート3です。求める BD っていうのの長さは3ルート3っていう風に出ますよと。OK。だからここっていうのは絶対みんなできるようになってください。で、ちなみにこの、三平方の定理のちょっとした裏技っていうのは違う動画で説明してるから、今これ、何？アキトントンついていけへんわってなってる人一定数いると思います。そういう人はこれ見てください。はい。で、まあこうやって求めれると特別なことはしてないです。折り曲げるって言ったら基本的には同じやつができるっていうのを探してください。はい。で、辺を求めるときっていうのは三平方の定理とか相似を使うっていう基本的なことは押さえといてな。じゃあこれ、実は他にも求め方あんねんな。もっと、賢い求め方があります。一応説明すると、もちろん答えは求めるなら何でもいいですよ。これ90度と60度と30度って出てきてる時点で有名角って言って、まあ、有名な辺の比が分かっといてほしいんですよね。例えばここやったら1対2対ルート3やってるな。辺の比っていうのが OK。
辺の比やから丸で囲むな。例えば右がここが60度でこっちが30度やったら、ここが1でここが2でここがルート3っていう風になりますと。 OK。 ちなみにこの1対2対ルート3どういう風に振り分けられるのか忘れてる人多いから言うと、90度、60度、30度っていう風に減らしたらいい。1対2対ルート3っていうのな。 OK。どういうことかって言ったら、角度は90、60、30って動くように1対2対ルート3入れて、90、60、30って動いてるやん。だから1対2対ルート3っていう風に言ったらいいだけ。 OK。 で、今回これ使えますよと。はい、一応それでも説明すると、90、60、30やから、ここが1、ここが2、ここがルート3っていう辺の比で表されると。で、1が3やから、2はもちろん6になってるやろ。で、1が3やから、このルート3っていうのは3ルート3っていう風にパッと出せる人もおると。OK？ 今のついてこれへんかった人は普通に辺の比でやってくださいね。一体、ルート3か。ルート3っていうのは、この1っていうのが今具体的な数字は3と。で、ルート3の部分は x やから x と。じゃあ、内外外。したらいいから x×1 で x、3ルート3内内で3ルート3っていう風にパッて出ますよと。 OK。 こういう風に辺の比を使っても出せます。これは、三平方の定理の有名なやつっていうことで覚えていたらいい。だから辺の求め方、三平方の定理と相似っていうのは基本的には変わってないね。これも三平方の定理の一種やからな。はい。なんで、まあ答え求めたら大丈夫です。もう一回言うと、折り曲げる問題は折り曲げてんねやから同じようになるところが絶対あるっていうのを知った上でやってください。この問題は結構簡単な問題なんやけど、次とかその次とかどんどんと難しくなっていくから、ぜひチャンネル登録して次の動画も見てください。ということで、今回のもう一回問題と答えを貼るから自分で解けるようになってください。2パターンの解き方を教えたから2パターンで皆さんもできるようになってくださいね。ちゃんと意識して解いてな、方針を意識して解く、そしたら数学力つくと思います。はい。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録してください。で、アキトントン知らない友達いたら広めてください。アキトントンっておるんやでみたいな感じグループラインとか貼ってな。で、みんな中学生のこの高校入試終わったら、アキトントンは高校生の授業動画英語も数学も上げてるので、ぜひそっちでも勉強してくださいね。バイバイ。